荒谷町境港、公共マリーナ、荒谷町は鳥取県境港市の町名。郵便番号は684-0051。市の東南部。町域は北の高松町、青道町を囲んで L 型をなす弓浜半島の北部に位置し、東は三保湾に面する。荒谷村は江戸期から1889年の村名で、 法規国会見軍の内鳥取,取半領子孫は砂三県や宝暦九年に米川の洋水堀が開作され、新田開発が進められる。水田比率は低く、安永年間に伝来した干渉が長く農民の主食とされる。明和年間から商品作物として綿栽培が盛んになる。漁業も盛んである。1889年。 町村制の施行により、小子の津村、助木上村、荒谷村が合併して、中浜村が成立。荒谷は中浜村の大あざとなる。明治20年代から面栽培に変わり、区は栽培、養産業が主産業になる。1954年、西白郡境港町の町名となる。1956年から境港市の町名となる。 1981年、一部が、麦かき町となる。うぶすながみは、少子の津の日、三崎大神宮。少子8、世帯数、人口は1960年、1 9 8 9 2に、1980年、345.1307。レジャー、最白の視力対象11年10月町によると、地下金200円以上所有者は、以下の通り。 ありがとうございます。